エレコム株式会社は、大阪市中央区に本社を置く、大手コンピュータ周辺機器メーカーである。東証一部上場。創業者の畑順次は、大学卒業後に家業である、製材所を継いだが、主力製品となった焼板の需要が新工法の登場にを激減し、倒産に追い込まれた後に起業した。バッファローや Io データと並ぶ日本における IT 機器大手。マウス。 キーボードをはじめとする13部門において業界トップシェアを誇っており、スマホ関連にも強い。近年はブタックから B2B へ大きく経営の舵を切っており、M&A 公社で法人向けを強化。中国、東南アジアを中心に海外展開も積極的に行っている。当社グループは自社で生産設備を持たないファブレスメーカーである。 国内外から7000点以上の製品を調達し、特に海外調達を積極的に推進している。仕入れ先の選定においては、品質、コスト、供給体制を総合的に勘案して選定し、特に品質に厳しい基準を設け、一定のレベル以上の売れる商品を供給し続けている。販売している商品数は、型番ベースで約1万7000点。 年間で4200から4300点が新規開発され3から4年でほぼ全商品が入れ替わる。これはの市場の変化に合わせてビジネスモデルを作っていくという考えによるものである。2010年代後半からは直営店エリコムデザインショップを本社のある大阪市内をはじめとする日本各地に展開しており2020年7月現在では 以下のような店舗展開を行っている。など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 一部の商品は2004年に子会社化したロジテックから移管されている。2004年4月、エリコムが発売したブロードバンドルータの一部でワン側からのルート権限でのコマンド実行が可能などの重大なセキュリティ問題とともにファームウェアにリナックスカーネルなど GPL にテライセンスされているソフトウェアを利用。 改変しているのに GPL で義務付けられるソースファイルの公開をしていないことが発覚。この問題を発見したユーザーの問い合わせに対し、エリコムはセキュリティ問題について対策する意思がないこと、GPL の対象となるソースファイルを公開する必要性がないと考えている旨を回答。やり取りの一部始終をユーザーが公開したため、掲示板などを中心に エレコムに対する非難が殺到した。これを受けてエレコムは2004年4月27日に方針を転換し、セキュリティ対策を施したファームウェアの公開と GPL に基づいて、ファームウェアのソースファイルを希望者に送付する見解を発表した。この問題は2004年6月22日の日経産業新聞でも取り上げられ、エレコムの商品開発責任者、 カジウラブランド管理マネージャーが GPL について通信機器のようにセキュリティが絡む製品ではソースを開示すると安全性が低下する恐れがある Linux についてコン輪材使わないと発言したことも話題となった子会社のロジテックも含めエリコムが次に Linux をベースとした商品をリリースしたのは2014年のニベーナズ NSRMS となり10年間にわたって 採用を見送っている。なお、NSRMS についてもソースコードの請求についてはサポートに問い合わせるようになっていたが、ユーザーの問い合わせに対して問い合わせの2ヶ月後をめどに公開するという返答をしており、現在ではファームウェアのアップデータとともにダウンロードが可能になっている。ありがとうございます。